大丈夫ですか？なんか入ってますね。入ってますね。ハリキューデンからこんにちは、美容ハリキューデンの上田です。今日もモデルのリコさんにお越しいただいてますけども、はい、リコさん、気になるお肌の悩みがあるって伺いましたけど、はい、ほうれい線なんですけど。ほうれい線、そうなんですよ。もう朝から今日も鏡見てすごい、もう化粧する前に慣れて。あれですか、やっぱりマスクで。そうなんですよ、マスクするからさらに最近気になり始めまして。ちなみにどれくらい悩んでるんですか？3年ぐらい。結構長いですね。はい、でちょっとあんまり言えないですけども、はい、このコロナ禍で 1,2、はい、年で悪化みたいな感じですか？そうなんですよ、急に悪化。じゃあ今日はもうハリウッド式美容ハリギュッと上げるんですけど、はい、ちょっとチャレンジ企画ちょっと行ってみましょうかね。チャレンジ、まあせっかくなので。どんなチャレンジ？じゃあまたギュッと上がるんですけどね、はい、ハリウッド式なんですけど、ちょっといつも違う針を使ってみたいなと思うんですけどね。刺激強いかもしれないですねいや強くなくしますけど、はい、まあ、とりあえず行ってみましょうかね、はい、はい、それでは行ってみよう。ほうれい線ケアですけども、はい、どの辺右左気になるところ？特に今日朝もうすごいこの左、ああ左結構ライン入っちゃってますね、はい、はいはい、そこをギュッと上げたんですね。ほうれい線気になる方だとこうフェイスラインとかこの辺のむくみ感もあるので、このむくみ感とかもチェックしてみてください。で反対側です、うん、逆に少しこっちの方が、ね、痩せてるような感じで引っ張られてるんですよね。こっちの方が厚みを感じますよね。そうですね、ふっくらしてる方がやっぱりこう張りが出るので、ほうれい線改善してるような状態ですけども、うん、でやっぱ左右差があるとですね、ほうれい線深くなったりします、うん、はい、ほうれい線3年でしたね。3年です。3年の悩みね、ちょっとあれで消しますあれのまず一番最初にほうれい線改善するんですけど、結構胃とか大腸が調子悪い方がいるので、まあ、ここを整えていくのはむちゃむちゃ大事ですね。で10元と1を使った方法でも結構改善するんですよね。ほうれい線改善したい方ね、10元と1これ簡単です。でどういう風にやるのかっていうと、人差し指と親指の間にここに広告鉄棒があります。これ10円入ります。でここから5ミリぐらい離したところに人差し指側にですね、指先側に1円を貼ります。もうこれだけです。これだけで、ね、結構グーッと目線が上がっていきます。両方やってください。両方っていうのは右手も左手もやるっていう感じですね。これで結構改善しますけど、プラスアルファで改善するのはちょっと動画の後の方でお伝えしますね。これもやっていただけたらと思います。美子さんはちょっとやっぱり胃大腸のがパワーダウンしてますね、はい、さらにちょっとやっぱり腎っていうのが弱ってて、ちょっとやっぱ疲労が溜まってるのかな。疲労、はい、こう針治療で全体をエネルギーバーンって上げると、バーンって上がりますか。はい、必殺バコンのビューですけどねちなみにお腹を見ますね。お腹冷えてますね。冷えてますか。はい、ここちょっと嫌な感じ。変な感じ。こっちですね。こっちは嫌ですね。胃と肝臓です。胃と肝臓が悪いと血流悪くなるんで、これやばいですね。肌荒れにもつながりますので、3年悩んで今ちょっと悪化してますからね。そうですね、悪化してます。改善していきましょう。お人魚なのでこれいつもお人魚なんで、はい、結構エネルギーダウンですね。これ取れますね。これ結構なんか。ちょっと、ね、ちょっと一瞬変えます、ね、これだ、うん、取れたね、はい、取れました。これは 2K 治療です。 2K 2つの経絡を動かす動きますで
結構お友達とかでもあれですか、うん、まあなかなか会えないかもしれないですけど、うん、マスクで息切りが、そうですね、肌荒れしてるとかっていう話聞きますね、はい、聞きますか、はい、でですね、ほうれい線っていうのはこのどうしてなのかっていうと、まずここが硬くなるんですね、ここがね、あんまり喋んないじゃないですか、大きな口を開けて、そうすると口凝るんですよね、うん、でしかもマスクの下でにこやかにしてないですよね、こうやってね、そうですね、表情が多分ない、効果が上げないですよね、うん、でそうするとこの上げる筋肉は小胸骨筋、大胸骨筋っていう筋肉がついてるんですけど、まあね、硬くなっちゃうんですね、動きが悪くなるんですよね、うん、でしかもここが硬いので、こうやって下がっちゃうんですね、でほうれい線が深くなっちゃう、で、あと全体を引き上げてね、スマスSMAS っていうスマスっていうのがあるんですけど、この筋膜をこうやって覆ってるんですけど、この辺も硬くなるんですよ、ギュッと下がっちゃうんで、うん、全部重力でこうやってほうれい線深くなっちゃうんですね、うん、ということはスマスさんをこうギュッと上げて、うん、この筋肉を緩めていくのが大事なんですけど、ここでちょっといい感じの技が登場しますけど、技、はい、内緒にしてて淡々と進めますね、内緒内緒です、大丈夫ですか、はい、やはり100本とか1000本とか刺される先生いますけども、1000本いないですね100本とか200本とか実は少ない針で十分結果が出るんですけども、基本は低刺激でギュッと上がるんですけども、動画見てる方ですね、もう超新登場、ちょっと言っちゃいましたけどね、楽しみにされてるんで、ちょっとほうれい線もですね、それでちょっとチャレンジしてみたいなと思ってですね、今超新って言いました、はい、超新乗ってる針ですねダメダメですね。ここまでソフトですね、うん、はい、痛くないです、痛くないですか、うん、で、ここのね、口元、でいけそうな気がします。え？普段少ない範囲ですね、PC 域でピューって上げるんですけどね、今日、リコさんも3年も悩まれてるってことで、ちょっと、攻めたいと思います。低刺激じゃないんですか？低刺激です、普段はですね。普段は？はい。今日は？今日は、超刺激です。超刺激？はい、超、超えるじゃないですね、長い刺激ですね。長い刺激。はい、大丈夫かな。大丈夫です。大丈夫ですか。うん、ここに刺されると喋りづらくなりますね。でもここ入れとかないと、この後輪筋っていう筋肉をですね、しっかり緩める必要があるので、これでほうれい線改善です。余りますね、みこさん。緊張しますか。はい、大丈夫ですか。安心安全な針を心がけてます。はい。これ見ますね。うん。はい。りょうさん、顔がちっちゃいの余りました、はい、これ以上いくとこっちが鼻つまらなくなっちゃう、でもこれむちゃむちゃ上がりますよ、上がります、問題のこの長い方です ね、大丈夫です、大丈夫です、はい、おお、大丈夫ですか、なんか入ってますね、入ってます、どこまで入るの、ほうれい線の下ずっと沿って入って、みこさん顔がちっちゃいので9センチはなかなか入らないですね、9センチでも5センチぐらい入ってますね、はい、でこのほうれい線のこのシワのところですね、くぐらせて取るっていうのはテクニックがあるんですけどね、やっぱりソフトがいいですかね、ソフトがいいですね、じゃあ、あんまり刺激しなくても上がる方法でちょっとさらに上げちゃいます、これ
ロイヤルリアクティブポイントって言いますけども、トリさんが無茶言ってますが、キュッと上がるツボですね。グッド。これに引き上げる、ロイヤルリアクティブポイント。ハリウッドではですね、少ない針でグッと結果を出すためにですね、視神転向で深さ角度方向ってグッグッグッと上げるんですけどね、ちょっと一瞬そこだけ刺激がありますけど、結構少ない針グッと上がるんで喜ばれてますけどね。グッと。グッと。それでは10分ほどお休みいただきます。で10分経ちましたので針を取っていきます。折り線の針取っていめちゃめちゃシュッとしましたね。こんな感じで、いい感じですね。めちゃめちゃすっきりしました。ほうれい線なんですけども、胃の経絡と大腸の経絡等向で、ここに大腸の経絡をこうやって取ってるんですね。手から手からですね、大腸の経絡をビーッとここにこういってこっち側に取ってるんですね。胃の経絡っていうのをこう通ってこういう感じフェイスラインなんですよ。だから結構ほうれい線、胃と大腸を刺激するのが結構大事なんですね。ほうれい線を改善するには10円と1円を使っていただいて、人差し指と親指の間の10円を貼ります。でそしたらですね、韓国っていうところがあるんですけど、2個目と3個目のところですね、1円を貼ります。右手右足に貼りますけど、同じものを左手左足にも貼ってください。というのは貼ってる側が上がってくるんですね。なので貼ってない側は変化が起きないので、左右差が出ちゃうので気をつけてください。2つ両方ですね、手に10円ですね、で足に1円を貼ってください。では起きていただきます。すっきりしましたね。本当ですか。あ、本当だ。これ長くなってないですね。うん、本当だ。ここで切れてますね。うんうんうん、さっきここにねクッキーやってる。確かに。シュッとしました。ここまで切ってあったら、ここでこうこんな感じですね。うん、改善しましたね。はい。で最後にですね、11円はですね寝る前にやっていただきたいんですけども、その前にですね、こうナイトケアでですね、皆さん動画見てる方もですね、口周りのここに窒素っていうツボと小梁健梁っていうツボ。あです。ここね、人差し指でこうちょっと押さえて、左手ですね、チョキにしていただいて、黒目の下、頬骨の下をここね当てます。ニコッと笑顔でゆっくり息を吸って、息を吐きながらこっちだけギュッと上げます。ふーって上がれ上がれ上がれて、でニコッと笑顔でゆっくり息を吸って、息を吐きながらグーッと上げます。ニコッと笑顔でゆっくり息を吸って、息を吐きながらグーッと上げます。3回は3セットぐらいやっていただけば、そうするとですね、先ほどの小胸骨筋、大胸骨筋のストレッチになるので、マスクですね、硬くなって動きがなくなって、折れ線深くなって改善できますから、11円と合わせてやっていただければよりいいんじゃないですか。ちょっと触れてみてください。あ、すごいシュッとしてますね。本当にコストゼロでできますから、うん、針はちょっと今日激しいですね。あれ普段やらないですから、はい、調子皆さんね期待してるんで、ちょっとはい、ということでここまでになります。他にもですね、施術動画ですとかセルフケアの動画配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録と高評価の方で応援よろしくお願いします。ゆこさん、1週間ぐらいちょっと続けてくださいって、はい、顔つぼ1分マッサージどうですか。なんかその後ほうれい線が浅くなってきて調子いい気がします。いいですね、はい、マスクリスクありますからね。そうなんです。ちょっとこうやっておくといいかなと思いますので、うん、今のうち続けていただければと思います。はい、ありがとうございます。